今日はブリカマの塩焼きを作る。今回の調理は簡単だ。しかしかなり美味しい。素材の味とでも言うのだろうか。それが大いに現れる。まるで栄翔破棄をした黒ひつぎだ。わかりやすいな。オーブンを使用する場合、必ず余熱を忘れるな。そして余熱の時間を利用して次の調理を進めるといい。料理は効率も大切だ。煮込んでいる間、焼いている間に洗い物をする。基本は使わないものは即洗浄。これを心がければ料理がもっと好きになるだろう。好きつながりで言うと、最近注目している現世で芸能を生業としている人間がいる。その名はスギちゃんだ。ワイルドだろう。彼はその言葉一つで多くの人間の心を動かす。私も初めは鬼道や爆道の類を疑ったのだが、そうではないらしい。ワールドウォー、ワールドローなどの派生系も存在する。突起戦力に含むべきかを検討しよう。そろそろ料理が完成するな。美しい。盛り付けて完成だ。今日はキティで乾杯しよう。比率は現世とソウルソサエティのバランスと一緒、1対1だ。キティはワインが苦手でも飲みやすい。ワインを克服したいならばキティから飲み始めるといい。それでは一度乾杯しようか。黒ひつぎ、実はナミエはワインが苦手だ。昔飲み会でワインを飲んで死んだ。そう言っていた。改造はランカーの記憶か。興味深いな。いただきます。かなり満足しているようだな。改造アランカルの強化には感情が必要だ。強くなってくれ、私のために。本日は以上だ。またよろしく頼む。